フロットラとは15世紀から16世紀にかけてイタリアで人気のあった世俗歌曲の一種。マドリガーレの前身のうち最も重要で広く普及した楽種である。フロットラ作曲の頂点は1470年から1530年までであり、1530年代にマドリガーレにとって変わられた。フロットラというのは総称である。およそ100年以上にわたって使われ、 半世紀にわたって非常に人気を保った音楽形式にふさわしく、いくつかの回駆文が認められる。最も典型的なのは、最上西部を主旋律として作曲された3世、ないしは4世のための声楽曲のことであり、気楽伴奏も使われたかもしれない。施設は、因律の郊外からすると、アバ形式のレプリーゼとシーリクな形式、または、 CD クディア形式のスタンザから構成されているが、フロットラの亜種は数多くの編集が認められる。最も考えられ得るのは、フロットラの死系は14世紀のバラータが素系であるということだが、曲付けの仕方は14世紀の慣習からすると驚くほど単純化されている。音楽的に言うと、フロットラは対方の複雑さを避け、ホモフォニックなテクスチャーや、 反復のある明瞭なリズム、限られた正域への偏愛が認められる。フロットラーは、マドリガーレの前身として、重要なだけでなく、最上西部を主旋律とする発想や、和音伴奏の利用、後の機能化成を予期するような化成感において、初期はロック音楽のモノディカ曲の演奏習慣に、とっても重要な先駆けとなっている。演奏習慣についてはほとんどわかっていない。 当時の出版符はいくつかの西部にリュートタブラッュアをつけたりつけなかったりしている。フロットラーは独奏者とリュート伴奏者によって演奏することができたであろう。マルケットカーラはリュート奏者や声楽家、フロットラ作曲家として有名だったのでゴンザーガけの宮廷においてこの方法で演奏したかもしれない。またフロットロラーは歌手と器楽からなる。 その他の組み合わせによっても演奏することもできたであろう。フロットラの最も有名な作曲家はトロンボンチーノとカーラである。ジョスカンデプレの世俗イタリア語作品、スカラメッラは戦場に行くスカラメッラとコオロギは良い歌ていテールグリージョはフロットラであるとは名乗されていないものの、前者は性的な暗誘を含む歌詞上に、後者は擬音語を多用する歌詞と、 火星的な処方ゆえに、様式的にフロットラである。フロットラはマドリガーレに対してだけでなく、軽やかで、踊るような性格なフランスのポリフォニックなシャンソンに、対しても、重大な影響を及ぼした。当時は、多くのフランス人作曲家がイタリアに渡り、諸公の宮廷やローマ教皇庁の礼拝堂で、活躍した。彼らは、こうして、イタリア滞在中にフロットラに出会い、聞き覚えた。 いくつかの要素を自国の世俗音楽の作曲に取り入れたのである。フロットラは1580年代にゴンザーガ家の宮廷学長ジョバンニ・ジャコモ・ガストルディによってバレットとして復興された。2世または3世の重傷と気楽伴奏という演奏形態と歌詞におけるファララララという林言葉の反復が特徴的である。イングランドではバレットが マドリガルの名称で取り入れられ、英語の歌詞に作曲されるようになってからも、ファララ、トラララ、などの反復句が踏襲された。イタリアにおける主な作曲家は、以下の通り、極めて著名なトロンボンチーノとカーラを除けば、以上の作曲家は大抵無名である。多くの場合に名前しか伝わっていない。16世紀の著名な、ベネツィアの楽譜出版社オッタビアのペトルッチが、曲集で、 フロットラ作者に触れたおかげで彼らの名が後世に残されたのである。イングランドにおけるバレットの代表的作曲家は以下の通り、ありがとうございます。